黄泉の国ってのは味気ねえな。まあそんなもん求めちゃいねえが。何か聞こえる。なんだ、水の音か。病院。次は6ヶ月検診ですね。その時にお母さんの経過も見ましょうか。誰かの記憶だ。誰だ。女の子ですね。君ももうすぐお兄ちゃんだね。マリちゃんは絵が上手ね。ちゃんと片付けできたのか。偉いな。僕の記憶。学校で困ったことがあったらすぐ僕に言うんだぞ。一緒に通った小学校だ。お兄ちゃん、私も行く。友達と約束があるからつい来るの。一人で家に帰っても。僕とマリの記憶だ。あの子、アキトの妹じゃなかったっけ？そうだけど。こっち呼べばいいじゃん。いいよ、喋ることないし。だよ、何でもいいだろ。何でもよくないよ。お父さんとお母さんの結婚記念だよ。やっぱりお揃いのものがいいよね。遠い昔の記憶に思えるよ。母さんが家のことは気にするなって言ってた。マリもやりたいことやれよ。うん。
その浴衣。うん、お母さんの浴衣。よかった、晴れて。お祭りとか久しぶりだよな。くそ。目を背けるな、アキト。新しいスタートだな。そうだね。あと何回新しいスタートが来るんだ。下に行くんだ、この階段。恐れるな、大丈夫だ。どこまで落ちるの、私たち。アキト、逃げるな。あの子の言葉を聞きたかったんだろ。どうして私だけ。ご来場ください。この世界でどうして私だけ落ちていく。どうせ落ちるなら自分から落ちてやる。アキト、大丈夫だ。マリに会わないと。そうだ、守りたいものを守るんだ。ああ、もう逃げない。
ここだ。ああ、あいつもお前の妹もこの中だ。準備はいいか？家族の晴れの門出を静かに見守ってやることもできないと。哀れな者たちだ。確かめに来た。マリの意志を邪魔はさせない。物言わぬ彼女の願いを君がどう知るという。やめろ！なんだこれは。彼女が起こしているのか。いや、それでも儀式は止められない。知ってるよ。だから
私死ねなかった。お兄ちゃんのせいじゃない。あの時私これを。何？お母さんたちが残してくれた思い出、どうしても置いていけなかった。やはり私は間違っていなかった。二つの世界は今つながったのだ。人々の魂は肉体から解き放たれ浄化される。私と私の家族は再び一つとなる。失うことも悲しむこともない。永遠の楽園で。この最後だ。
するけ。彼は何も生まない。死は誰にも理解できない。繋がるしかない。バカ、繋がった結果自我まで崩れてきやがったか。哀れですらねえな。俺たちは体一つを二人で使ってんだ。案外これも悪くねえってな。生きるってのはそういうことだろうな、相棒。ああ、それがお前には見えてない世界だ、化け物。魂だ。じゃあこの人たちは。ああ、魂と肉体が切り離されていただけだからな。自分に戻るはずだ。でもマリは、父さんの命日は12月10日、母さんは6月9日。忘れてない。一度だって忘れたことなんて
ない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても僕は生きていく。最後の最後まで生き抜いた後だ。家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったらまだそんな。最後に一つだけ頼みたいことがある。うん。妻と息子に伝えてほしい。俺は最後まで諦めずに生き抜いたと。分かった、必ず伝える。悪いな、使いっぱしり頼んじまって。自分で行ければいいんだが、ちょっと疲れちまったんでな。KK、 アキト、もう取りつかれんなよ。死神は俺みたいにいいやつじゃねえからな。なんだよそれ、勝手に取りついておいて。礼ぐらい言えよ。Shine.